限定モデルは特殊塗装技術の採用や装着者主役指名モデルが目白押し、レース用ホイールの技術を惜しみなく市販モデルに投入し、毎年魅力あふれる鍛造ホイールを発表するレイズのボルクレーシング。そのヒットの裏には人気となったレギュラーモデルをベースにさらに新しい技術でアップデートしていくという姿勢にある。そうして企画されたホイールが限定モデルという形でリリースされるのだが、特に2020年にリリースされた限定モデルはまさに限定品ならではの魅力にあふれたホイールばかり。優れた技術が生かされたホイールが限定とはいえ、量産モデルとして市場に投入されるのはまさにホイール大国日本の強み。ドレスアップ好きにはたまらない、そんな限定揃いのラインアップを紹介したいと思う。大人のカスタムユーザーに履いてもらいたいボルクレーシングの G シリーズ。今回紹介したいのはレイズが誇るボルクレーシングの G シリーズだ。市販品として買えるレーシングホイールの原型とも呼べるボルクレーシング TE37 と並び、そのプレミアム性、クオリティの高さともにまさにレイズの誇るトップブランドとも言えるもの。ちなみにこの G とはグラデュエーションを意味し、ボルクレーシングを卒業したレーシング好きな大人たちに向けた大人ボルクがその開発コンセプトだ。かつて走りが大好きでボルクレーシングのホイールを履いていた人も、長い年月を経て若者と同じようなホイールを今は履きづらい。でも剛性感のある動きのシャープなホイールが欲しい、そんなニーズにまさにジャストにはまってくれる、ちょっと違いのわかる大人におすすめしたいのがこの G シリーズなのだ。さらにこの G シリーズには剛性アップを果たす、 G に耐えるなどを表すグラビティ、重力の意味も込められている。ちなみにこの G シリーズは BMW のコンペティションモデル用が装備する純正の400ファイローターや上級スポーツ車の台形ローターなどが干渉しないサイズとしても設計されているので、リアルレーシングモデルではないとはいえ、本格的なハイパフォーマンスカーの足元を彩るにはまさにハマり役とも言えるモデルだ。2020年ボルクレーシング G シリーズの限定モデルに注目。 G16BCC ブラッククリアカット 2×8 スポークで構成されるこの G16、 既存モデルとして既に人気の G16 の雨面を切削した仕様にブラッククリア塗装を施した年内販売限定のニューカラーのモデルだ。ターゲットは大人や高級セダン、スカイライン 400R などの国産スポーツセダンから G20、BMW 3シリーズなどの欧州車まで幅広い車種にマッチするデザインで、 BMW M シリーズの純正ビッグキャリパーローターも干渉しない機能性の高さもスポーツ派のハードユーザーには嬉しいはず。またその独特の色がポイントで、暗い場所では黒のように光が当たるとブロンズ調に透けて見えるという凝ったカラーリングも特徴。この塗装に使用されているブラッククリアは均一に塗るのが非常に困難な塗装、膜厚紙管理がしっかりしていないとムラになるため、
そのあたりの美しい仕上がりにもぜひ注目してほしい。G025DBC ダークブルークリアカット G025 20インチミドルサイズのスポーツカーから GTR などのハイパフォーマンスカーまでをターゲットとする応力分散に優れたスポーツカー向けの 2×5 スポークホイールがこの G025 だ。モデル発表当時の東京オートサロン会場でも最も人気のあったのがこのホイールだ。実はこの G025 のスポーク幅は 5.5mm という超極細。これはボルクレーシング史上最細とか。これだけの細さを実現できるのはレイズが長年蓄積した金型技術の進歩でもある。鋳造モデルでは絶対に真似のできない形だろう。これはレイズの高度な強度解析技術の賜物でもあるのだ。ホイールとしての高性能のみならず、そのカラーに DBC を追加していることもニュース。黒ベースのホイールアマツラをダイヤカットで切削、その上からブルークリア塗装を施す。パッと見は黒に見えるのだが、青のクリア層と切削したアルミ地が透けて見え、透き通った青に見えるのがこのカラーの特徴だ。この G025 のメインターゲット車はスープラや BMW、 しかも以前は19インチのみだったホイールサイズに新たに20インチが追加されたことで、19インチとは比べ物にならないくらいスポークが長く見えるようになっている。まさに強度の限界に挑みつつ、インパクトも抜群に稼ぎ出している。通常はスポークの股部分に穴を開けるのが定石だが、この G025 はナットホールの外側の股の部分にも穴を開けて軽量化を実現する凝った衣装も特徴的。この青でも黒でないさりげなさがこの G025 のデザイン上のポイント。光が当たると青く見える特殊なこのカラー。さりげないおしゃれにぜひおすすめしたい一本なのだ。正直、スポークの足の長さは19インチと20インチでかなり違う。サイズが許すなら、ぜひ20インチをおすすめしたい。ZE40 タイムアタック II、 かつて ZE40 タイムアタックエディションという黒に赤ラインが入ったモデルがあった。その第2弾となる限定モデルがこのタイムアタック。タイムアタック II ベースは同じ ZE40 だが、新色のマットガンブラックとしてカラー追加。しかも1本のホイール内で左右のデザインが異なるリドットを採用。特徴的な赤いストロボデザインのリドットとマシニングとして削ったシルバーカラーが円形の中に対峙する非対称デザインがそれだ。サイズバリエーションは171819インチの3サイズで、FK8 はシビックやインプレッサ WRX86 などの国産スポーツ車から外車のスポーツモデルにほぼ対応する。この TA2 もリドットのストロボラインが最大のポイント。古くは1チャレンジというホイールに採用されていたこのストロボラインだが、その現代版としてデザインを今風にアップデート。
メガーヌやアウディ RS3、ゴルフ R など勢いのある欧州スポーツが数々登場している昨今だからこそ、ぜひ大人になった走り屋魂のあるスポーツ派の足元としておすすめしたい。細部まで意味のある造形を貫くボルクレーシングのホイール。一般的なデザインというと二次元的に捉えられがちで、中でも鋳造ホイールは三次元的な印象として捉えられていると思う。これをより困難な単造ホイールでも三次元的に成立させているところにレイズの強みがある。以前はデザインの自由度は鋳造に劣るなどと言われていた単造アルミホイール。高低差をつけるなどももともと得意ではない単造製法だが、今のホイール成形技術を見ても同じようなことが果たして言えるだろうか。レースの現場というバックボーンを持つ技術集団のレイズ製ホイールは、まさに技術的な背景を最大限に生かして量産させているところにその価値がある。自分たちの作りたいものを全てオリジナル状態で具現化させる。世界で数パーセントしかないそのオペレーション力から生み出される厳肉化、細く薄いスポークへの飽くなき探求。しかもそれをコンピューター上でもシミュレーションできるのが何よりの強み。デザインの自由度をどんどん増していくレイズのボルクレーシングの製品の魅力をぜひ2020年の限定モデルからも感じ取ってほしい。